心の中に一つ線を引いてもどうしても消えなかった今更なんだからなもう思い出すなはいみなさんこんにちは今回の動画なんですけれどもよろしかさんでだから僕は音楽をやめたという楽曲を歌い方解説したいと思いますイエーイ はい、たくさんのリクエスト、本当にありがとうございます。もう初めは難しいからやめとこうって思ってたんですけれども、本当にたくさんリクエストいただいたので、これは頑張って歌いたいなと思ってですね、解説させていただくことになりました。ぜひ最後までご覧いただけると、だから僕は音楽をやめたが歌えるようになるかなと思いますので、ご覧いただけるとすごく嬉しいです。それでは行ってみましょう。どうぞー 考えたってわからないし、青空の下君を待った。風が吹いた証拠。昼下がりを抜け出そうぞね。これからどうなるんだろうね。進め方教わらないんだよ。君の目を見た。何も言えず僕は歩いた。 はい。それでは、エメラの解説していきたいと思います。まず、この楽曲なんですけれども、すごい早いですよね。もうめっちゃ早いので、しっかりですね。はじめはゆっくり歌ってください。例えば、こんな感じ。考えたってわからないし、青空の下、君を待った。みたいな感じで、はじめはちょっとゆっくりめに歌ってあげて、少しずつね、テンポ上げていくといいかなと思います。はい。はじめなんですけれども、カーにアクセント入れてあげてください。考えたってわからないし、 って感じですね。で、これ全体的に A メロはですね、優しめに歌ってください。サビは結構ね、こう強めに感情を入れてクオーって感じで強くいくんですけれども、A メロはですね、優しめに歌ってあげてください。A メロも強くいっちゃうとこんな感じ。考えたってわからないし、こういう感じになってしまうとちょっとね、雰囲気変わりますので、A メロは優しめにっていう感じで歌っていきましょう。それでは始めにアクセント。考えたってわからないし、プレス、青空の下君を待って、 はい、ここなんですけれども、実はですね、抑揚がついてます。君を待った、待ったっていう感じで、まあのところでちょっと上がって、たっていう感じで、たでちょっと落ちるみたいな感じでやってあげると、原曲に近づくかなと思います。青空の下、君を待った、待った。 っていう感じでやってあげるといいかなと思います。ブレスして。風が増えたショーゴーはい、ここなんですけど、風が吹いた証。ここまでが、ファルセット裏声になってます。で、裏声の出し方の動画わからないよっていう方はですね、概要欄にアップしておきますので、ぜひご覧ください。章まで行って、語で、ここで、字語に戻します。はい。風が吹いた証拠。ゴー はい、難しいよ。頑張ってね。で、ブレスして。昼下がりを抜け出そうぞ。ねえ、プレス。これからどうなるんだろうね、プレス。進め方を触らないんだよ。はい、ここもですね、抑揚が入ってます。進め方を触らない。ないのところで、ちょっと上がります、ボリュームが。ないまで上がって。ったよ。はい、ったよ。で、弱くなる。で、この弱くなったところに、ちょっと息を出す。ないんだよ。ないんだよ。 っていう感じでやってあげると原曲に近づくかなと思います。進め方教わらないんだよ。っていう感じ。いいね。ここいいね。ブレスして。君の目を見た。はい、ここなんですけど。他のところで息をちょっと足してあげて。君の目を見た。って言い方に。君の目を見た。君の目を見た。 って感じ。いいね。ブレスして。何も言えず僕は歩いた。はい、ここなんですけど、なーにアクセント。何も言えずってそのまま行くっていうよりは、ちょっとなーにアクセント。何も言えず僕は、僕は、でちょっとは、ちょっと伸ばします。僕は歩いた。で、たでちょっと息を出す。何も言えず僕は歩いた。 うーん、いい感じ。こんな感じで歌ってみてください。考えたってわからないし、青春なんてつまらないし、やめたはずのピアノ。机を引く癖が抜けないねえ。将来何してるだろうね。音楽はしてないといいね。 困らないでよ。はい、それでは続いて解説していきたいと思います。続いてもですね、早いのでゆっくり解説していきますね。考えたってわからないし、カーにアクセント。考えたってわからないし、プレス。青春なんてつまらないし、はい、なーにアクセントできる方はやってみてください。青春なんてつまらないし、プレス。やめたはずのピアノ。はい、ここなんですけれども。やめたはずのピここまでがファルセット裏声になってます。やめたはずのピアノ。 あの、で、あの、ここで、地声になってます。やめたはずのピアノ、やめたはずのピアノ。難しいね。ここね、ファルセット裏声からの地声の、このね、切り替え。丁寧に歌ってあげてください。ブレスして。机を引く癖が抜けない。はい、ここなんですけど、机を引く癖がってなると、ちょっと歌いにくので、机を引く癖が、引く癖がっていう感じで歌ってあげると歌いやすくなります。机を引く癖が抜けない。机を引く癖が抜けない。 机を引っ癖が抜けないっていう感じですね。ねえ、プレス。将来何してるだろうね、プレス。音楽はしてないといいね。はい、ここなんですけれども、またまた抑揚が出てきました。音楽はしてない、してないって、ここでちょっとね、ふおーってボリュームが上がります。音楽はしてないといいねって、そのまま言ってもいいんですけれども、音楽はしてない、 までちょっと上げてといいねっていう感じでやってあげると抑量が出ますそしていいねの後にちょっと息を足してあげる音楽はしてないといいね音楽はしてないといいねっていう感じで抑量を足してあげるとすごくね雰囲気が出ていいんですやってみてください困らないでよはいここなんですけど困らないでよではなくてよ よーって感じで、O が入ってるので、しっかりとですね、この O の部分も音程取ってあげるととっても良くなりますよ。やってみてください。心の中に一つ線を引いてもどうしても消えなかった今更なんだからなもう思い出すな はい、それではビームラの解説していきたいと思います。心、のな。はい、ここね、出ました。ファルセット裏声めっちゃいい声ですよね、この声。心のー、のな、のな。ここファルセット裏声で歌ってね。のんなーっていかずにね、しっかりとファルセットで歌ってくださいね。心、のな。 の後にカニカで地声に戻ります。そして、戻す時にできれば地声のところにアクセントを入れてあげると歌いやすくなります。心の中。に カニー,ーっていう感じ。かーにーっていう感じで歌ってあげてください。そして、ニーの後、余裕がある方は、ビブラート入れてあげてもいいかなと思います。カニー,ーっていう感じ入れてあげてもいいかなと思います。ビブラートのやり方の動画も別の動画でアップしておりますので、概要欄をご覧ください。心の 難しいね。ブレスして。一つ線を引いても、背にアクセントしてください。一つ線を引いても、ここ低くなります。引いても、落ちます。ブレスして。どうしても消えなかった。ブレス。今更なんだからな。もー。はい、ここね、重要。ここ重要。もー。の、ここね、すごく重要なんです。頑張って歌ってくださいね。もーにアクセントからの、もー。で、ちょっと、 ビブラートが入ってます。入れれる方はやってみてください。もーでやりながらの上から下にフォールする感じで歌ってます。もーみたいな感じ。もー。もー。もー。って感じで歌ってます。で、最後ちょっと息を吐く。今更なんだからな、もー。 って感じで歌ってます。難しいね。ブレスして。思い出すなはい。おうはあんまりこう強く歌わずに、もうにアクセントしてください。もいだすな。もいだすな。っていう感じで歌ってください。今さらなんだからな。もう。もいだすな。っていう感じで歌ってあげると、原曲に近づくかなと思います。すごくいいところですよね。ここ頑張って歌ってみてください。 間違ってるんだよ。わかってないよ。あんたの人間も。本当も愛も世界も苦しさも人生も。どうでもいいよ。正しいかどうか知りたいのだって防衛本能だ。考えたんだ。あんたのせいだ。はい、それではサビの解説していきたいと思います。サビはめちゃくちゃ難しい。速いし、高いし、大変やね。頑張っていきましょう。 間違ってるんだよ、わかってないよ、あんたら人間も。はい、頑張っていきましょう。ここなんですけれども、アクセントを気をつけてください。間違にアクセント、わかにアクセント、あんた、たにアクセントって感じで、結構ね、アクセントが入ってます。間違ってるんだよ、わかってないよ、あんたら人間も。 っていう感じでね、えー、アクセントが入っています。そしてこれね、えー、ファルセット、裏声で歌っちゃうとあんまり良くないんですよね。間違ってるんだよ、わかってないよ。みたいな感じで、ちょっと息っぽくならずにですね、こちらはですね、サビはね、 自声で頑張って歌ってください。自声で高音の出すやり方の動画も別の動画でアップしておりますので、ちょっと声出にくいなとっていう方はですね、ぜひ概要欄をご覧ください。間違ってるんだよ、分かってないよ。間違ってるんだよ、分かってないよ。あんたら人間も。で、余裕がある方は、もうのところを。 ビブラート入れてください。あんたら人間も、もう、って感じで、ちょっと入れる。っていうのを入れてあげると、原曲っぽくなります。間違ってるんだよ、分かってないよ、あんたら人間も、もう。難しいね。やってみてください。ブレスして。ほん、本当とも愛も世界も苦しさも人生も。はい、ここなんですけど、母音が入ってます。人生も、人生も、 人生もーって感じで入ってるので、いいとを入れてあげてください。プレスして、 どうでもいいよ。はい、ここね、私、すごい音,音取りにくかったです。いいよ。このいいよがね、すごい取れなくて <laughs>。もう何回も何回も歌い直したんですけれども、ちょっと難しいかなと思うんで、あの、頑張ってね、何回も歌ってみてください。どうでもいいよ。高いねブレス。正しいかどうか知りたいのだって、防衛本能だ。はい、ここなんですけれども、ここもね、アクセントが入ってます。しと、たと、ほ。 正しいかどうか知りたいのだって防衛本能だ。本能だ。っていう感じでね、歌ってます。頑張ってここにですね、アクセント入れてください。正しいかどうか知りたいのだって防衛本能だ。っていう感じですね、ブレスして。考えたんだ、ブレス。あんたのせいだ。はい、あーにアクセント。 あんたのせいだ、あなたのせいっていうことやから、あにアクセント。あんたのせいだ。で、だーのところ、あんまり強く,い,くいかずに、あんたのせいだーみたいな感じでいかずに、あんたのせいだー、だーって感じで、息をちょっと足してあげる感じで歌ってみてください。あんたのせいだー、あんたのせいだー、 っていう感じで歌ってみてください。すごくね、難しい楽曲なんですけれども、歌えるとすごいかっこいいし、他の、なかなかね、みんな歌えない楽曲かなと思いますので、ぜひ練習して頑張って歌ってみましょう他にもですね、よ、え、ル、ー、しカさんの楽曲は歌い方解説しておりますので、ぜひこちらも概要欄をご覧ください。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。またねー。 考えたってわからないし、青空の下君を待った。風が吹いた証拠、昼下がりを抜け出そう像ねえ。これからどうなるんだろうね。進め方教わらないんだよ。君の目を見た。何も言えず僕は歩いた。考えたってわからないし、青春なんてつまらないし、やめたはずのピアノ。机を引く癖が抜けないねえ。将来何してるだろうね。音楽はしてないといいね。 困らないてよ心 突然を引いても、どうしても消えなかった。今更なんだからな、もう、思い出すな。間違ってるんだよ。分かってないよ。あんたの人間も。本当も愛も世界も苦しさも人生も、どうでもいいよ。正しいかどうか知りたいのだって防衛本能だ。考えたんだ。あんたのせいだ。